野外族はカフカスに居住するトゥルク系民族。1989年時点で、野人口は約7万3700から7万5000。人口のうち約半分はダゲスタン共和国北部のテレク川、熊川間の地域に居住している。トゥルク諸語の野外語を話す。かつてキプチャクハン国を構成した遊牧民族の末裔であるとされる。 言語系統は、トゥルク系に分類され、クミク族に次ぐ規模のグループを構成している。現在、そのほとんどは、牧畜や農耕を主とした生活を営んでいる。14世紀後半に、キプチャクハン国の有力者であるエディゲによって、独立国家、ノガヨルダが建国された。ノガイ族はこの国家を構成する主要民族で、ヤイク川カリュウの首都、サライジクを拠点に、アラルカイ。 カスピ海において、商業活動を活発に行っていた。16世紀には、モスクワと火山に、毎年大量に馬や羊を輸出していたという。16世紀後半、火山繁国、アストラハン繁国が滅亡すると、大の街、小野街、アルティウルの三つのオルダに分裂した。その後、1634年のカルムイク族信仰に、伴いボルガ川南方へと移住している。 18世紀末から19世紀にかけて、ロシア帝国の支配下に置かれ、一部は、クリミア半国の併合、コーカサス戦争末期のチェルケス人虐殺後に、行われたムスリム住民の人口移動で、トルコやルーマニアへと移住させられた。19世紀に、アストラハン、クリミアの野外は、ボルガタタール人に同化した。1917年のロシア革命までは、 有牧民的な生活を送っていたが、以降は、ほとんどが定住している。北カフカースに居住する野外は、カラノ外、アチクラク、ノ外、クバンノ外の3グループに分かれ、それぞれで才の大きい方言が話されている。グループは、内部でさらにいくつかの部族に分かれ、いずれも結束が強い。多くの野外族は、イスラム教寸な派を信仰している。16世紀からノ外に、 アラビア語を使用した文語を教授する運動が行われ、18世紀より、彼らは、ノガイ語をアラビア語で表記していたが、1928年から、ラテン文字、1938年以降は、キリル文字で表記している。現在の文語は、カラノガイ方言が元になっている。ノガイオルダの建国者であるエディゲと、キプチャクハンのトクトミシュの戦いが描かれている、15世紀。 前半のジョジ史、エディゲイは、中力系民族の民族的遺産として知られている。モンゴロイドをベースに、コーカソイドの血も混じっている。混合種族であるが、モンゴロイドの要素が濃厚である。ありがとうございます。